ソフトバンク近藤健介、ソフトバンク小久保裕紀監督52が17日試合前練習中のみずほペーペードームのグラウンドで取材に応じ、16日のオリックス戦京セラドームで走塁中に右足を痛めて途中交代していた近藤健介外野手31を出場登録抹消とすることを明かした。抹消しますよ、本人は最後までやりたいという中で、本来ドクターストップなんですけど動けるかを確認したいと言ってきて、自分でやっぱり無理ですと言ってきたとやり取りを明かした。ここに来て不動の5番打者の離脱は痛恨。指揮官は打線の組み直しなどについているメンバーで繰り上がってと話すにとどめた。近藤は16日の試合の4回に2投を成功させたが、その際に右足を負傷。治療後に試合出場を続行したが、7回に代打を送られ、大阪市内の病院で検査を受けていた。